植木玄太郎から1943年1月25日は、日本の実業家、政治家、島原鉄道及び、口の津鉄道、温泉軽弁鉄道、小浜鉄道を設立し、島原半島内の鉄道網の整備を進め、後初代島原市長を務めた。郷、鉄共債。1857年、非全国高木軍平村で、酒造業を営む。 植木寺家平良の子として生まれる。1874年、父の没後家業を継ぐ。1879年頃から副業として、山屋の開魂や、海面埋め立てにより、農地を造成宿和や、果樹の栽培を手掛け、養蚕製資業を営む。1888年、平良村議会議員に当選。翌年から、同村収入役を務める。1892年、 長崎県議会議員に当選、4期務める。1902年、衆議院議員に当選、声優会に所属し、2期務める。この間、島原半島への鉄道布設置とし、1908年5月5日、島原鉄道株式会社の創立総会を開き、同社専務取締役に就任。1911年6月20日の本意さ早井の。 村間海洋を振り出しに2年後の1913年9月24日に、伊佐原港間を開通させた。1914年7月より、同社初代取締役社長となる。さらに、島原半島を一周する路線の構想を抱き、口の津鉄道、温泉鉄道、小浜鉄道を創立する。1940年5月30日、同年4月1日に、 南高木郡島原町、安中村、杉谷村の三町村の合併により発足した島原市の初代市長に当選した。これに伴い、島原鉄道取締役社長を同年6月11日に一旦辞任している。1942年3月11日に島原市長を辞任、同年7月に島原鉄道取締役社長に再任する。 1943年1月25日死去。去年87。軍四等局実小受賞。1号機関車島原鉄道の開通にあたっては、鉄道員より蒸気機関車5両と客車の払い下げを受けた。この中には、新橋横浜間の日本最初の鉄道開通に、最終入された1号機関車が含まれており、島原鉄道においても一と不満され客家輸送に、 使用された。昭和になり、鉄道開業時の最初の機関車である同期の保存を求める声が上がり、鉄道省は同期の返還を島原鉄道に打診した。同期はこの時点で、すでに車齢50年を超えていたが、島原鉄道側は今後も使用するつもりであったため、交渉の結果 600K656 号機との交換で合意した。1930年6月、 創業からこの時も社長を務めていた植木は開業時から長く同社の主力機として苦楽を共にした同期との別れを惜しみ自ら筆を取り赤別館無料と記した名板を取り付けさせた同年7月3日、同期は諫早駅にて盛大な式典を持って鉄道省へ引き渡された1号機関車はその後交通博物館を経て2007年により 埼玉県埼玉市の鉄道博物館に保存展示されており、1997年には国の重要文化財に指定されたが、植木の筆になる石物館無料の名板は、現在も機関車左側面のサイドタンクに取り付けられている。ありがとうございます。